函館新聞から1週間の話題振り返っております。今週スタジオにお越しいただきました函館新聞社飯尾亮太さんです。飯尾さん、よろしくお願いいたします。お願いいたします。マスク外されてということも多くなってきまして、その中でおそらくですね、僕もマスクつけてる飯尾さんのお顔に慣れてしまったのか、ワイルドな感じがあるひげ生えてらっしゃって。そうですね、なかなかもともとそんなにひげ生える方じゃないんですけど、伸びるの遅いので、あんまり剃る機会ないんですけど、ちょっとほっとくとこうなってしまうのでご了承ください。可愛らしい顔なんだけどもちょっとワイルドさもありながらという。次ちゃんと剃ってきます。すいません全然問題ないですけども、なんか雰囲気変わられたかなと思ったんですけども、お仕事の方も。そうですね、仕事は記者で変わらないんですが、今月半ばから函館市政の担当、市役所の方の担当に変わりまして、市役所に、弊社ですとか他のメディアさんも集まってる記者クラブというところがあるんですけれども、そちらに常駐して取材をするという担当に変わりました。記者クラブってこうね、いろんなところがあるんですよね。そうですね、北海道新聞さんとか、もろもろ道南のメディアさんっていうのがこう記者が集まって、そこでこう原稿を書いたりとか、そういう感じのクラブありますね。そうするとお仕事、こう出社しまして、でその後出かける先っていうのがちょっと変わってくるわけですね。そうですね、基本は市役所に行って、で市役所の中でいろいろこう今日はこういう催しがあるよとか行事があるよっていうのを、大体市役所の中であるので、それを取材して、でまたクラブに戻って、原稿を書いてっていう、本当に市役所の中でこう取材だったり執筆っていうのを完結するような、そういうスタイルに変わりました。そうなんですね。これまではもういろいろと函館市内に行かれてということですよね。市内の企業とか金融機関とかに伺って、本当にもう市内を縦横無尽に動いててっていう、基本だから本当外に出てることの方が多かったんですけど、なのでちょっとこう、新しく、僕も初めて市役所でこう取材っていうのは今回初めてなので、ちょっとそれに慣れながらっていう感じですかね。こういったこうお仕事の場所といいますか、担当するっていうのもこう皆さんでいろいろ変わられながらってことですね。大体2年3年ぐらいおきに、タイミングで変わって、いろんな記者がこういろんな経験を、いろんなこう分野で経験を積むっていう感じでやってます。そうなんですね。これが5月半ばぐらいからという。そうですね、5月半ば、ちょうど4月に選挙統一地方選もありましたんで、そこまではその前の体制でやって、そこゴールデンウィーク明けぐらいから徐々にっていう感じで変わりました。そうなんですね。そんな飯尾さんをお迎えしてということになりますが、さて今週の函館新聞です。今日3つご紹介するんですが、いろいろ振り返っていたら全部5月21日付の記事になりました。なるほど。なので5月20日の出来事が中心というか多くなります。でまずなんですが、これ先週末からですけれども、函館近郊の小中学校で、運動会体育祭のシーズンを迎えたということで、で、5月8日からその5類にコロナが引き下げられましたので、いろいろルールも変わって、コロナ禍でその行動制限とかもないということで、声出し応援、保護者さんの方、地域の方っていうのを解禁されたっていうことですね。で、実際リスナーの方でもお子さんのところに行ったよっていう方も多いかもしれないんですが、弊社の方では5月20日にあった運動会体育大会ということで、北斗の、石別小中学校と、その町内会の運動会に、七重養護学校渡島学園分校が加わった、石別ふれあい大運動会の取材をまず、行きました。あとは、これも北斗市ですけれども、茂辺小中学校の合同大運動会、あとは、これは市内ですけれども、教育大の附属中学校の体育大会、こちらも、取材をさせていただきまして、なんかこういうバーンとこう乗った子どもたちが輝いている様子の紙面って見るのもなんか久しぶりだなっていう、運動会こう縮小とかがやっぱりあったので、この、特に今回からその、声出し応援っていうのもしっかり解禁されてっていうことで。でこの運動会っていうと、私その入社が2019年なんですけれども、その年がこの学校関係の取材をしておりまして、まさにその、コロナになる前の年ですよね。で本当にコロナ前の何の制限もない運動会っていうのを、まあ、取材をさせていただいたんですけど、はい、僕自身は正直小さい頃運動ができなくて、本当に運動会も本当嫌いだったんですね。もう嫌だなとか雨降ればいいなとか思ってたんですけど、でまあこう社会人になって、まあ、そういう取材する機会を得た時にこう客観的に運動会を見るってなかなかないなと思って、はい、走る立場でもなく保護者でもなく先生でもなく客観的にこう引いてみるっていうと、結構やっぱり、まあ、今回もね声出しの応援っていうのは解禁されていろいろ声援を送られた方も多いと思うんですけど、やっぱりこう親御さんとか地域の方から頑張れって声かけられて何か一生懸命取り組むことってまずなかなか多くないなと思って特に大人になってしまうともう部活動もないですし、ないなと思ってっていうのを一番こう客観的に見てて感じたんですよね。まあだから運動会って嫌いだったけどすごい重要な経験だよなと思って、僕もそういえば応援してもらったなとかそういうのをすごい思い出しました。確かにこう個別で見るとね、自分はそんな走るのが遅いからもう恥ずかしいとかそういうのがありながら、ただ全体通して見るとまあまあ後から見るとすごくいい経験、なかなかないことだったよねっていうのがね、それがやっぱりコロナでやっぱり中止になったりっていう年も2020年はありましたから、はい、なんかそういう一つね教育現場での重要な学びの機会っていうのが戻ってきたっていうのは一つ本当に喜ばしいことなと思いますね。まあ、ですからピークとしましては明日もまだね運動会多いということのようで、今週来週、まあ、6月ぐらいまでやる学校さんもあるみたいですので、まあ、熱中症には気をつけて、はい、頑張っていただければと思います。平日も学校近づきますとこう車走っててもこう、ね、外でこう、ね、練習してるのを見ると、いやいいもんだなと思いますよね。さて続いての話題です。はい、これもコロナ禍を経て戻ってきたという待ちに待ったということでしたけれども、5月の20日、函館市西部地区ではしご酒をしながら料理を楽しむグルメイベント、第23回、函館西部地区バルガイが、開かれたと。コロナで、中止がずっと続いていて2019年の秋以来の開催で約3年半ぶり、でまあ、この再開を待っていた多くの市民や観光客でにぎわったということですね。はい、で、これは2004年にスタートしまして、で毎年春と秋の2回やってきたんですけれども、まあ、そのコロナで2020年の春から、2020年の秋、去年の秋まで6回連続で中止だったということで、まあ、かなり楽しみにされてた方も多かったのかなと思います。でまあ、店舗としては函館市内48店舗、道南の1市町4町青森弘前から9店参加して、これはこの5枚セットの前売りチケットっていうのがかなり販売してもうすぐ売り切れてしまったというすごい勢いだったということ で、はい、で当日券 もうわずか20分ぐらいで品切れになったということで、かなりこの待ちわびてたんだなっていうのが伺えますよね。で、これ当日もいろいろ催しがあって、でアクロス十字街ではこの深谷浩二代表実行委員代表が生ハム切り分けたりとか、あとはこの函館醸造七重町ですけれども日本酒函館物語の振る舞いサービスがあったということで、でこの函館醸造さんとか、まあ、このコロナ禍で結構その酒造りとか、まあ今日の締めもワイン北斗のワインの話題ありましたけれども、例えば五稜の蔵さんですとか、やっぱり地酒がかなりコロナのこのバルがなかった2年コロナ禍の間でこう盛んになったなっていう印象で、はい、でまあ、これからねコロナも明けたんでこれは多分開催は続いていけると思うんですけど、こういう地酒とこうバルっていう組み合わせもこう魅力発信で楽しめるのかなっていうのは思いましたね。いやそうですよね、はい、意外とこうワイナリーも含めてですけども、函館道南含めて多いですよね。そうですね。なのでこの食っていうところに酒も加わってくると、すごいこうなんかコンビネーションっていうかね、楽しみですよね。飯尾さん参加されました？私はそれこそ市役所に移ったりとかでバタバタしてて、なんかバルガイっていうのは頭にあったんですけど、あーと思ってもう気づいたら当日だったので、ちょっと参加できなかったので、まあ、秋こそはと思ってますね。はい、3年半ぶり復活ということで、バルガイです。さて続いての話題です。はい、これもまあコロナで戻ってきたもう一つですけれども、まあ何度もご紹介してますけれども、まあクルーズ船でそれを受け入れる函館港若松ふ頭のこれを函館港クルーズターミナル整備事業、これは大型客船、例えばダイヤモンド・プリンセスですとか、はい、11万トン級の客船が入れるようになったその整備事業がですね、土木学会北海道支部の技術賞に輝いたということで、はい、これも21日の紙面でご紹介しました、はい、で、この若松ふ頭は、まあ、これまでその11万トン級の大型クルーズ船というのは入れなかったということで、ダイヤモンド・プリンセス自体はこの港町ふ頭に入っていたということでですね、まあ、ただ駅前にこうつけると朝市も近いですし、まあ、駅も近いんで、まあ、例えば西部地区も近いですからかなり乗客の方にとってはまあ魅力的だということで、この16年から22年度に函館開発建設部の方でこれは工事を事業を進めてきたということで、実際はですね、これは今回どういうところが評価されたかっていうと、新しく作った桟橋とか、はい、周辺構造物を 3D モデル化して、岸壁の早期供与を実現したことですとか、あとは摩周丸ありますね、摩周丸の岸壁に影響を与えない形状での施工、西防波堤の補強に浚渫土を活用したというところが、まあ、評価を受けたということですね。はい、でこの函館、開発建設部の、函館港湾事務所長山下さんのコメントでも、やっぱりこれまで観光地から離れた港町ふ頭にしか入れなかったダイヤモンド・プリンセスなど11万トン級の客船が入港できるようになったと。で大泉淳市長もこれは受賞式でのコメントですけども、若松ふ頭の整備っていうのは本当に大きな意味があるということで、まあこうかなり喜ばしい話題だったということですね。で私もちょうど市役所の担当になりまして、はい、ちょうど数日前だったんですが、今日も入ってるんですけど、ドイツの会社のですね、ハンセアティックネイチャーという1万5000トン級の、これは、まあ、少し小型ですけれども客船が入港今日もしておりまして、はい、で、まあ、実際にこう海外からの乗客が降り立つ光景っていうのをやっぱり見ると、あ、戻ってきたなとか、こう通り過ぎる時にこうハローとかね、挨拶したりすると、あって戻ってきたなっていうのはすごく感じましたね。で5月は、全体ですとこれ延べ2回ぐらい入ってくる船もあるのでだいたい9隻、6月も、延べで10隻でまあ、シーズン迎えてますので、年間では過去最高の年2019年と同数の47隻入るということで、これからまだまだ来るので函館のにぎわいとしてはかなりますます期待できるのかなと思います。そうですね、特にまあこう西部地区もそうですけども、の風景と外国人の方がいるっていう、なんかその風景すごく合いますよね。そうですね、なんか本当にコロナ禍でもそれが当たり前でセットになってたものが一旦途切れてしまったので、本当に戻ってきたなって感じで嬉しいですね。そしてこのね、摩周丸のこの後ろに船がつくということになりますから、こう摩周丸の大きさとこう比べてどのくらいの大きさかなっていう基準になりますよね。そうですね、摩周丸が小さいのかダイヤモンド・プリンセスが大きいのかっていうね、本当にこの前大きかったですからね。いやですね、ということでこちらね、銅の技術賞というのも受賞という話題でした。はいはい、さて、飯尾さん、イベント関係もいろいろとありまして、そうですね、はい、いろいろあるんですが、一つ今開催中のもので28日までまちづくりセンターの方で、これ幌加内町で1930年代からあった強制労働のこう史実とかをパネルですとかいろいろ展示品で紹介している、笹の墓標展示館の全国、巡回展というのをやっています。かなりその、まあ、なかなかその強制労働の歴史っていうのも若い方にどう伝えていくのかっていうところで、かなり主催者の方も、気持ちを込めて力入れてこう実施されてますので、まあ、ぜひ足を運んでそういうところにも関心を持っていただければと思います。28日までまちづくりセンターということですね。イベントもぜひ足を運びください。はい、函館新聞社飯尾亮太さんでした。はい、飯尾さんどうもありがとうございました。